海岸国際ビルジングは東京都千代田区丸の内3丁目に所在する建築物である。帝国劇場と合築であり、この部分は帝劇ビルとも称する。1911年、日比谷堀に面した三菱寺所の所有地に東方が建物を所有する帝国劇場が竣工した。ミュージカルや歌舞伎など演劇用の劇場として長らく親しまれたが、 1955年からは映画館に転用されていた。低劇と同じ区画には日本クラブと三菱地所所有の三菱中3号館があり、三菱地所では中3号館建て替えの際には低劇を含めた共同ビルの建設を検討していた。1960年4月に三菱地所が東方に打診すると東方側も理解を示し構想が具体化し始めた。 定劇別館のテナントの移転交渉に約3年を要した後、1963年6月に東方から三菱地所に貸し地を返還した後、区画の1、2の敷地を東方2条とする。区画全面に共同でビルを建設し、建物の内閣所有地上の部分は、それぞれの所有とする旨の合意がなされた。日本クラブとの交渉は難航したものの、 新ビルにフロアを所有することを条件に、1964年3月に敷地の返還に応じた。同年3月より、旧停劇の解体に着手。4月10日に、停劇改築工事として、自賃祭が執り行われた。1965年9月に、建物名称が国際ビルジングに決定。1966年9月13日に竣工同20日に、 オール東方スターオープニングフェスティバルをコケラ落としとして帝国劇場が開館した。機能的にも構造的に異質なオフィスと劇場を一つのビルに収容する難易度の高い条件であり、オフィス部分は三菱地所、劇場部分は安倍事務所、建物外観と劇場内装は東京工業大学の谷口義郎が連携して設計に当たった。外装は 赤活色を貴重に黒と銀色をアクセントに用い、白亜の伝道であった旧帝劇ビルとは対照的となった。東方の希望により帝国劇場は建物の内南東の角に入った。1968年に第9回 BCS 賞2000年にはベルカ賞ロングライフ部門を受賞している。春工当初は三菱地所所有のオフィス部分には、 東京海上火災保険などが入居し、地下1階には2012年に丸の内タニタ食堂がオープンした。帝国劇場部分の9階には1966年10月28日に井出光美術館がオープンし、井出光興産も4から8階に本社を置いていたが、2020年12月21日から井出光興産の本社は大手町のお手町ワンタワーに移転した一方、 同社車会社で自動車関連商品、店舗備品を扱うアポロリンクが2021年3月1日に移転してきた。劇場の詳細については帝国劇場の項目を参照。ありがとうございます。